村さん超えました？いや超えてないです。あ、すみません、あのその前一つ聞きたいんですけど、はい、いつも動画でチャプチャプ言うてる方本人ですか？はい、本人です。本人ですか？チャプチャプっていうキャラじゃないですけど。いや、チャプチャプです。いつもあれ読みながら気持ち悪いなっていつも思うとんだよ。そのご本人さんに今日僕会いに来てる、はい、あ、3回ぐらい、2回ぐらい会ってますよ。4回ぐらい会ってますよ。新車じゃないですか。サラダですか。トラックは映さん方がいいですよね。下の方バンパーだけ映す。バンパーだけ映して、まあ、90かけましょう。このトラックに乗っていただけるかな。もし映していいですか。じゃあほな、まあ、ホイールだけでも。トラックこっち、こっち。こっちもくっついてるけどね。ここね、はい、ですね。あ、トラックアルミホイール付きですね。アルミホイールだけついてる。アルミホイールだけついてる。でも、昨日のマークもメッキじゃないですか。あ、トラックはバリッツァンはいいですね。あ、サイドバンパーついてますね。2本かっこいいじゃないですか。燃料タンクも2個ついて、でも走る距離は鈴川まで、ね、千葉みたいな。あ、もうこのトラックに乗れるんですか。これ乗って給料何本くらい。まあ、大体、まあ、ぼんやりといっぱい、あ、いっぱいこれ乗っていっぱい稼げて。いいですね。ちょっとこれ空いてるトラックにしたらちょっとあのチャプチャプさん洗車した方がいいです。あの向こう雪降ってる日に来たんですよ。あ、なるほどなるほど、そういうことですか。あ、なんか日野っていう感じしますね。ここはもう日野独特ですね。日野独特ですね、はい、日野っていう感じします。知らんけど。あ、もうタイヤもブリヂストン。このトラック乗れるんですか。じゃあちょっとトラック映しちゃおうかな。かっこいいですね。え、でもあれでしょ、ぶっちゃけアルバイト、じゃあドライバー募集で来て横乗り終わりました、いきなりこれではないでしょ。いきなりこれですよ。嘘でしょ。本当ですよ。ほんまですか。本当ですよ。サラですよ。そんな会社あるんですか。あるんですよ。ここ埼玉駅でしょ。アトミック埼玉駅でしょ。ですか。でもほんま来たら実は向こうのちょっと古い旧型の日野でしたとかいうオチはないですか。もうそれもしそれ乗ったら中さんの動画見てアトミック行ったのに古いの乗さされましたって言われたらどうします。見たらしあげます。あ、これ僕が今日あれ海老名で買ってきた高級上成城石井のみたらし団子です。330円、1本110円、大事にカミカミして食べてや、はい、あ、そうですか。これはもうあれですね、会社的にはもういじれない。そうですね。ですね、もうこのまま現状で乗ってもらう。はい、これ中映せないんですか。鍵ないんですか。あ、いいです、いいです。だってもう他の人と一緒や、もう取り尽くしてるから大丈夫。合わせてややこしいな。そうですか。でももう一回聞くけど、ほんまはあの日の最初は、ほんまですか。あれは自分の、あれ自分の、はい、あれ6万キロしか走ってないんですよ。 あれでも6万キロ、まだまだ新車です。まだまだ新車。そうですか。2ヶ月後から入る。違う、5ヶ月だからだから3ヶ月目に入れる。あ、ですね。いや、そういうのもいろいろ、いつから入れるんですか。3ヶ月目ですね。ほんまですか。じゃあ、 あの歯の治療中の方は3ヶ月目から歯の治療、はい、それまでは我慢してますね。奥歯抜けてもね。そうですか。どうですか、ここ営業してきて、ここの、歯医者マンですか。そうです、歯医者マン。歯医者マンです。歯医者マン、一般歯医者マン。まだもう無事言う。おかしいやん絶対。そうですか。え、これはナビついてるんですか。ナビはついてません。つけてください。あ、自分ナビは自分でつける。あ、なるほどなるほど。そうですか。ナビは、ナビはカーステはついてる。カーステはついてます。あ、 CD 聴けるやつ。 AMFM ラジオ、 AMFM ラジオ最新の。いいじゃないですか。 CD 入るのかと思いきや、この溝だけ。あ、溝だけ。あ、 CD 入らへん、どっちかって入れへん。あ、けどまあラジオ AMFM の最新のラジオがついてる。ついてる。ほらあれじゃん、Bluetooth で飛ばしてとか。確かできる。できる。あ、じゃあいいです。ちょっと中見てないからね、はっきり分からない。分からないけど。そうですか。
じゃあぜひドライバー募集、はい、ね、来てほしいですね、はい、来てください、ね、まだまだ、いやでも1台よ、相手の1台、うん、来ますか、あ、どこが来るんですか、本社どこですか、羽曳野です、あ、大阪の羽曳野、羽曳野ですよね、ベースです、はい、あの大阪でよく見ます、はい、めっちゃ大阪のトラックめっきり入ってるで、入ってないですよ、ほんまにグリルだけとかじゃないですか、グリルかなんかメッキ入っとったような気がするけど、シラボディはバンバン入ってます、あ、だんだんメッキはなくなってきたんですか、あれだけです、あれだけです、あれだけ、当時もんだけ、当時もん、あ、当時もん、そうですか、今日ね、ちょっと雪降るんやろ、めちゃめちゃ寒いな、明日、めっちゃ寒い、かっこいいですね、じゃあ、あのアトミック、ペーペーの、会社担当の方から一言、会社のなんかこう PR、何かあれば、ですぐ新車乗ります、ほんまに、本当です、ほんまに知らんよ、本当ですよ、ほんまですか、で、これから何台ぐらい来るんですか、今年もう人が来れば、あ、来た、シリからもっとどんどん来る、あ、ほんなら、まあ、トラック来るまでの間ちょっとあの古いの乗るかもしれんけど、近い方乗るかもしれんけど、もうすぐ入れ替えでシリ、そうですか、だから一人立ちするまでには来てるかな、あ、そうなんですか、そうですか、そんな会社なかなかないですよ、すぐ来ますよ、ほんまですか、ドライバーどんどん来てほしいですね、来てほしいです、また知名度ないないですね、埼玉では ね、 ねだって僕言われてこうやって走ったけど通り過ぎたもん、わあ通り過ぎてた、わあ通り過ぎて、なんでかやったら右折で入られへんかってあそこ切りんやん、切ってくんないんですよ、そう切ってくれへん、なんで、そうなんですか、やっぱり知名度がないから、知名度上がった時向こうからむしろ切りましょうかって来るかもしれない、来るよ、あそこ どうしようかなと思ったら、あそこ手前からグッてガクンって入ろうかなと思ったら、それちょっと上がるかなと思ってグルッと回ってました、はい、明日今日僕なんでここに来たかというと、近いに呼ばれました、僕はもう行かへんに言うて、いや、ほんと寂しいから来た、いや違う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 、ね、ぶっちゃけた話、ちょうど43までちょうどよかったよ、もう止まらないかかって、今うまいこと430中で助かった、ありがとうございます、もうすぐ社長来はるんですか、多分昼ぐらいに来てくる、ああ、そうですか、社長さんちょっとあの挨拶したかったんですけど、ちょっと待ってますか、いやもうぼちぼちもう430終わったんで、終わる直前に解除しましょう、どうせだったらもう中見せてくださいよ、ちょっと鍵見せて、鍵ちょっと見せてください、見せてください、これドア開かへんねんけど、なんで、え、これ以上開かへんねんけど、隣車止まってるからじゃないですか、あっちの、え、いや、それ重いんですよ、重いの、はい、一回止まる、あ、じゃあお邪魔します、はい、狭いけどどうぞ、はい、うわー寒、よいしょよいしょ、あ、これ新車で乗る人より先乗ってよかったんですか、大丈夫です、あ、じゃあお邪魔します、はい、どうぞ、あ、消火器ありますね、これ乗ったら消火器がついてきますね、はい、もれなく消火器、おお、ハイルーフじゃないですか、ぶっちゃけた話、はい、新人さんが入ってきて、ほんまにこれ乗れるんですか、乗れます、ほんまですか、すごいですね、新人さんが乗ります、あ、新人さんのためのトラックですか、そうですよ、そうですか、さっきからもう僕ずっと言ってるけど、はい、ぶっちゃけ、はい、大倉もそうです、新車ですか、新車です、新車乗りです、はい、でもまあプロ、あ、マニュアルなんですね、マニュアルなんです、一応これは説明しとかなね、はい、オートマじゃないです、マニュアル、オートマないです、あ、ないんですか、ないです、なんでですか、わかんないです、わからんねえ、今時マニュアルですかって言っちゃいました、あ、オートマのところにこんなんがあるんですね、これカード入れ、カード入れ、へえ、回れへんの、ちょっと回してみてください、回らへんわ、なんか10円玉入れたら回るんちゃう、グッてああれですよ、 AUX がついてますよ、ありますよ、 USB も Bluetooth ないですね、ないですね、でもいいじゃないですか、ラジオね、はい、USB あるから繋げばいいんじゃないですか、ね、ですね、あとデジタコ、最新のチャート誌ですね、はい、矢崎のチャートのこれチャート入れるんですか、入れないです、入れへんねや、なんで開けた勝手なこと先取ってそうですか、デジタコです、でもあれですね、もう日野ももうだんだんもうこうもう見飽きてきましたね、はい、もう浸透してきました、浸透してるもんね、はい、見飽きたっていうんじゃなくて浸透してきたもんね、はい、でもこれはやっぱりちょっと見た目かっこいいですね、ここはスカニアっぽいですね、外車ね、外車っぽいですね、はい、あ、ちょっと緩んでますよ、大丈夫これ、みんなこんな感じですよ、あ、そうなんや、うん、な、遊びが必要なんですよ、なんでも遊び必要やもんな、うん、そうそうそう、仕事も手抜くとこも手抜かな、手抜くとこは手抜く、知らんけど
そうですか。ほんまにコンセントないよね。ない。なあ。そうですか。前あったね、こっちね。志村さん、今日は撮影ありがとうございました。いやいや、こちらこそありがとうございます。これ今日のこれはあれですか。もうボツ。ボツ動画で。ボツらないです。ボツらないです。もうこのまま上げていいんですか、はい、もうぶっちゃけほんまにいいんですか、はい、じゃあこのままアップさせてもらいます。はい。マニュアル、まあまあ重たいんですね。重いんですよ。ね。乗ったことありますよ、ありますよ。ほんまにあります、うん、ドライバー入社ですから、僕は。あ、ドライバー入社なんで事務員なんですか、どうするどうするどうするって言われてる。あ、どうするアイフルみたいな感じで。ほんで、何折れたん、もう囲まれて折れました。あ、もうバーってみんなに囲まれて。どうするどうする、もう事務所入れや、みたいな。経験者やし。そうですか。前、事務員が嫌で辞めたのにね。事務員というか、まあ、いろいろ。いろいろ。ありの。いろいろありので。はい、さあ。げっそり、痩せ細くや。全然、もっと痩せた方がええと思うで。これ乗れるんですか。乗れますよ。いいですね。はい、ちなみに仕事って、中距離ばっかりなんですか、地場もあるんですか。地場メインです。あ、地場、ほな、毎日帰れる。基本、地場にいるときは。あ、毎日帰れる。帰れます。毎日帰れる。あ、地場におるときは。地場に。ほんで、中距離も行く。行く。カミスから。カミスから。フレコンツ。フレコンツ。それ昨日やろ、言うて。そうですか。ある会社に電話いい。じゃあ、あ、あそこですか。先。先前通った、あ、あれ、あ、ですか。弊社の方。弊社の方ですね。弊社の方。弊社の方。はい、そうですか。今日、あんまり張りないやろ。どうしたんですか。寒すぎやね。いつも半袖じゃないですか。じゃあ、中半袖やね。中半袖やね。寒すぎる、今日、埼玉。埼玉でも、ここ、僻地？僻地ですよ。寒いな、めっちゃ。冬こんなもんですって、ここ。この辺は。サーブ。めちゃめちゃみんな仕事してますよ、事務員さん。僕も仕事してますよ、事務員さん。大丈夫ですか、電話じゃじゃなってんちゃいますか、うん、大丈夫です。ほんまですか、了解です。じゃあほんならこれ、今日早速、編集して、アップします。してください。何も編集せんやけど。です。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ今日終わらせてもらいます。はい、ポチッとな。よし。ほんまに新車乗れんの？本当ですよ。ほんま？ほんと。いや、ぶっちゃけ。ぶっちゃけほんと。すご。ここトラック何台おるんですか？今。今17台。17台もおるんですか、すごいな、ほんまですか。それを今一人で配車して、はい、そうですか、頑張ってください。呼びに来たね、おい志村って来たね。大丈夫、おやつないんかみたいな。あ、みたいな、最後持ってこいや、言うてです。じゃあ終わりまーす。まだ終わってなかったんかって。よし、ポチッとな。